はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。12月4日、NHK スクランブルでも開催いたします。皆様よろしくご参集ください。調整中で、正式な告知はまだなんですけれども、12月4日日曜日午後、予定開けといてください。よろしくお願いいたします。ワールドカップカタール大会で日本チームが強豪ドイツに勝利したことについて岸田総理、元気をもらい、私も国会で頑張りたいと述べ、無事炎上。なんでこれで炎上するんだって話なんですけども、ネットの反応です。さっさと退場して、お前は頑張らなくていいよ。お前はもう辞任しろ。無能は頑張るな。迷惑だ。もう仕事しなくていいから、議員辞めろ。何を頑張るんだ。前向きに検討を頑張る。何を頑張るかについて検討します。増税頑張る。増税ばっか検討しやがって。お前が頑張ると増税するだけやん。あなたはもう何もしないで。国民が盛り上がっている時に再増税。国民の敵がすり寄ってくんな。私も頑張るにこんなにも非難轟々の理由なんですけれども、岸田総理が今年やったことまとめ、社会保険料値上げ、退職金課税値上げ、国庫納付5年延長、消費税値上げ検討、走行距離税導入検討、炭素税検討、法人税所得税タバコ税値上げ検討、これだけですね、増税の匂いを全身に漂わしている総理はかつていなかったんではなかろうか。なんかね、増税する派が元気になっちゃって元気になっちゃって、鼻息荒くて鼻息荒くて、岸田総理になったらば、まあ、鼻もげそうですよ、鼻息で。誰もが感じてるですね、こいつが頑張ると増税されるっていう空気で、頑張るって言っただけでこんなにも非難合コなんだな。現在実質税負担率は 48.1% の超重税国家であります。この中には年金や国保税も含まれておりますけれども、で、大体ですね、それらを含めた国家予算が300兆円弱って言われてるんですけど、まあGDP が550兆ぐらいだったら、やっぱ半分だよな。実質税金と言えなくもない。NHK 受信料含めれば 50% 超えるかもしれないですね。これ実質税負担率が5割超えると内乱発生っていうのが定説なんですけども、謀反とか一揆が起きるっていうのが定説なんですけど、力を持ちすぎた財務省は、それが分かってない、もしくは政権が倒れても、暴動が起きても、自分らには関係ないって、考えてるかもしんないな。財務省、増税したいっていう連中の主力は財務省ですから。財務省の主力は東大法学部らしいが、自分らの子や孫も重税で苦しむのに、本当にバカな連中ですね。自分らの子供をですね、肉屋に差し出す豚のイメージが、湧いてきます。日本で一番バカな連中かもしれない。財務省の連中が。日本チームの勝利にバカパヨイライラ。中野正広っていうパヨ。サッカーで勝ったところで所得は倍増しないよ。羽鳥大輔、中野区議会議員、共産党。日本とドイツのサッカー協会の差を見つけられちゃうし、日本は代表は勝っちゃうしで、残念というほかない。書き込んでしまいまして、非難轟々。ネットの反応です。本音がポロッと。やっぱ共産はやべえ。パヨ発狂。共産党議員、本当に醜い。なんでドイツ目線なんだよ。いよいよ隠さなくなってきたな。日の丸に拒絶反応する政党だから。これ議員が言ってんの？さすがにやばくない？こんなんで選挙勝てるわけがない。一体何国人？日本が嫌いなのに、なんで永住してんの？こいつらは上機嫌な日本人を見るのが嫌なのです。日本人が日本を誇らしく思うと苦しみ出す共産党。そらまあ反日ですから。ナチュラルに日本が勝って残念とか書けるやつが議員やってるのが怖い。サッカー興味ないけど、パヨが発狂するなら勝ってよかった。監督は君が代で涙してるし、そこら辺中には日の丸だらけになるし、共産党員はワールドカップ期間中大変だろうな。
嫌でも日の丸目にしなくちゃいけない、苦しみ出すんじゃね、あ、なんかあの十字架当てられた吸血鬼みたいにね、共産党議員が日本チームが勝って残念な理由は共産党の敵国は日本だからですね。未だに暴力で日本国打倒を掲げてるから公安監視対象になってるんだしね。そんなに嫌いだったらあの日本に永住してんだが、なんで、日本に永住してんだか本当に不思議なんですよね。それがあの共産党を含むパヨどもなんですけど、最近はあの総係とか言って、共産党も中核派も、まあ令和とかね、社民も、勤労鉄道路なんかの角丸派も仲良くまくとまってて、まあセルフ隔離やってて笑っちゃうんですけど、国会前でギャオ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 騒いでますよ。二ちゃんでもですね、ごもう怒りのたかが玉蹴り遊び、ではしゃいじゃってみたいな、そういう書き込み、けなす書き込みが溢れておりました。ニラニラしちゃってんな。パヨのストレスマックスは我々の利益であります。ストレスでパヨの免疫が低下しますように祈らずにはいられません。中核派国会部、令和、各委員会で3回連続質疑取りやめ、イコール発言機会を自ら放棄と。令和支持者のカモメン22ってやつがいるんですけど、それを批判。令和新選組本部の皆様へ、オーナーズ、有権者に納得いく説明をお願いします。党運営に不信感が募るばかりです。仕事してください。それに対して、他のパヨが集中攻撃開始しました。カモメンさん晒すのやめましょう。もっと大人になりな。噛みつきは大人げないと思います。その言い方は自民党支持者と結局同じになるから絶望してしまいます。令和支持者に不信感を持たせるのはどうかと思います。有権者や支持者代表みたいな言い方やめてほしいです。自分の立場をあげめてツイートしていただき、何でもかんでも噛みつく癖は直した方がいい。お前が言うなって感じなんですけど、これね、そんなに令和のすることが信じられませんか。不信感という言葉納得いかないなどなど。はい、山岳ベース事件1972年の総括来ましたな。異論を数と大声と暴力で封じて50年以上も進歩しねえなこいつらな。論より大声、嫌がらせ、最後は暴力の実例としてとってもいい、ナイスですねこれね。指摘したカモメン22さん、パヨどもに疑問持ったかな。勝手、応援連なんていうの掲げてましたけど、令和なんで発言機会を放棄したんでしょうね。全然わかんないですね。見せ場なのにね、サボってるだけなのかな。外国人技能実習制度見直し開始だそうでございます。年内にも有識者会議を開く算段。途上国の人材育成を掲げつつ、実際はブラック労働人材確保の手段となっているという指摘が多かった。NHK に報道されちゃいましたね、これね。高度人材確保については、法務省を中心に新制度を作るそうであります。なんか悪い方向に行くようにしか思えないんですけどね。ネットの話、どうせガバ入れする方向に見直すんだろう。こんなのとっととやめい。一刻も早しく廃止せい。ベトナム、中国あたりからクレーム来たんだろう。外国人を搾取する奴隷制度は外交の将来に禍根を残す。奴隷状態で働かせて何の責任も取らなかったり、外国人への差別も異常なほど多いのに改善する気も全くない。受け入れ企業の問題では、ブラック企業、ブラック農家、円安で実習生かき集められねえ、悪評が高まって来てくれねえ、なんとかして、っていうお願いに対して岸田がですね、もっと集められるようにしろよっていうので命令で有識者会議なのかな。外国人実習制度イコール奴隷の輸入なんですけど、これ始めた時も有識者会議開いて決めたんだろうが、自分に都合いいこと言わせるための人選して会議やってですね、で、あの発生した何らかの問題は会議のせいにして責任逃れ、ダメコンっていうのはとっくに常識ですね。ダメコンっていうのはあのダメージコントロールであります。これまあ攻撃受けて破壊されたら捨てる防御の装甲版であったり、そういうの言うんですけど、ダメコン。ベトナム人だけで年間5000人失踪し地下に潜伏。負担は警察や入管にかかってくるんですけど、よくね、法務省警察庁でしょ、法務省入国管理庁でしょが、実習制度に文句言わないなって思ってたけど、俺らの負担ばっかり増やすなよって
なんで文句言えねえのかな、5000人も行方不明になってるのね。思ってましたけれども、法務省、うちにももっと天下りしてください。法務省には、総務省には NHK や携帯会社、国交省にはメトロやバス、鉄道、道路公団、財務省には IMF や金融業、銀行、日本タバコ、文科省には外国人しか生徒がいないような日本語学校があるのに、うちにはありません。天下り先、岸田、よっしゃ、高度人材受け入れ協会作ってる。それで文句言うね。っていう取引ですかね。法務省の天下り先つくんでしょ、どうせ。新規事業を作ると天下り先が増えるから、みんな作りたいんですよ、あの省庁の官僚どもはね。自民党もそれに投票するし、有権者もね、巨大化した外国人犯罪組織に家族でも害されないとわかんないんでしょうね。年間5000人いなくなるっていうのがどれほど恐ろしいことなのか。自民しか選択肢がないっていうのが、日本最大の不幸でしょうかね。立憲共産社民令和の特殊野党なんか論外すぎて選択肢にもならないもんね。自民党堕落の最大の原因ですよ、これがね。他がダメすぎるって。以前パソコンで動画を楽しんでいる65歳以上はたった 11% しかいないっていうお話しましたけれども、内閣府高齢者の日常生活地域社会への参加に関する調査よりですね、まあこれはこちらの調査は60歳以上が対象で、65歳以上とはちょっと違うんですけれども、携帯でも通話も携帯で通話もメールもできない 23.6%。 まあね、これ85歳以上とかだったら、90歳とかだったらそうなのかな。通販やニュースをネットでできる 29.5%、 こちらは3割。 SNS を利用している 16.6%。 16.6% っつうとどんぐらい、7人に1人とか6人に1人ぐらいですか。パソコンのメール使える 14.3%。 SNS を利用している人よりパソコンメール使えない人の方が、あ、違うわ、パソコンメール使える人の方が少ないんだ。SNS を利用している中にはパソコンのメールは使わねえよっていう人がいるんだ。パソコンで動画視聴できる、こちらは 11%。 私のあの動画を今ご覧になっている人も、11% のうちの一人であります。振り込みなどをネットでできる 6.9%。 7% ですか。13人に1人ってとこですか。14人に1人ってとこですか。公的手続きをネットでできる 6%。 これあの住民票の請求であったり、あの税金の申告とかですかね。ホームページやブログを開設できる 1.7% だそうです。この動画をご覧になれてる方は 11% のエリートさんたちですが、バンキング、銀行口座操ったり株取引したり、税金の申告したり住民票を取ったり、っていうのはどうでしょうか。爪で動画見れててもそれはできないって人も、いるんだろうな。パーセンテージが少ないですからね。まあまあこれ60歳以上が調査対象なんで、以前お話しした65歳対象以上の動画をパソコンで見れるっていう方 11% よとは若干違うんですけれども、皆様はいかがだったでしょうか。というわけで12月4日NHK スクランブルでも渋谷でやります。よろしくご参集ください。デトックスジャパン。